好きが見つかる OTB 始まりました。沖縄マイライフ。始まりました。はい、あの先生、はい、もうエッジにエッジを今日聞いてきすぎじゃない？すごいよね。聞こえてるかな？扇風機の音がうるさい。なんなの、後ろが怖いことになってんだけど。でもすっごいいい感じ。ちょっとね、行きましょうか。はい、ではゲストの方どうぞ。キャスすごい渋滞してるよ、いろいろと人数がちょっとありがとうございます。よし、じゃあ失礼です。はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞどうぞ。もうボーンの音がすごいからさ。大勢さん大丈夫って書いてて、大丈夫大丈夫。もうね、だいぶ前からずっとあのこの格好なんだけど、全然汗ひいてない。もう溶けちゃう。溶けちゃう。じゃあちょっと、じゃあボーンの音をじゃあ私持っとくので、はいはい、このままで、はい、こちらカメラに向かって自己紹介をお願いします。大城牛子、ちょっと待って。ちょっとちょっとドキドキしてるだけ。大城牛子です、よろしくお願いします。牛尾バーと僕ということでね、はい、もっと来てね、ね、もうすごい、私も有名、もう元々私ずっと見続けて、うん、ライブもずっと見てますよ。嘘でしょ。そうだよ。見てるよ。コメントもやったことありますよ。嘘。あるあるある。人の数だけ人生マイライフがある。この番組は深夜にエッジをコンセプトに、ゲストの皆様のマイライフを深掘りする。本日のゲストは、TikTok 現在10万人フォロワー、一度見ると癖になる、そのキャラが人気の牛オーバーよ。沖縄マイライフ、良い子は見ちゃダメ、ナイトトーク始まります。そうあるよ。だからなんかチューする時なんかもうハグ切りずっとチュー。そんなことあるんだ。早速ですけれども、はいはいはい、まあ、乾杯しましょう。もうね、喉乾いてるでしょ。口臭くて。ちょっとじゃあちょっと確認していいですか、口臭。ちょっと、ガチでやばいから、本当にいくらキャラクターでも無理。いや、今日 NG ないって言ってさ。ダメダメダメ。それは恥ずかしいから。それはちょっと。え、そうそう、ごめんね、ここ出してね。じゃあ、乾杯していきましょうか。ね、いいですか。はい、では行きます。せーの。カッチーン。いただきおいしい。今だってフォロワー何万人でしたっけ？でも70万。いや、すごいよ。すごいですよ。TikTok で有名な、はい、もうめちゃくちゃ有名ですから。はい、なんかこう思い出の品を持ってきていただいたということで、なんかすごいものが。うわ、ちょっと、何？あ、これはなんか TikTok の大イベントで、うわ、じゃあ人生で初めて1位取っちゃった。あらまあ、ライブ配信とか。ライブ配信、そう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 、で、なんか投票部門っていうのがあって、それなんかみんながたくさん投票してくれて、見ていいですか。少しです。どうでしょう。すごいね。TikTok の投票部門ゴールドチーム第1位。そう、後ろはリッキー。そう、これでもさ、これ回るよ、これ。ショーバーどこかでこっちから見たら、ショーバーどこかでこっちから見たら、そう、すごい。でもこれさ、表彰した時どうだった、気持ちとしては。なんか今まで全然1位とか取ったことなかったから、うん、本当に懐かしそう。リスナーさんには泣かないんですけど。泣かないんかい。だけど、だから本当にリスナーさんあのには本当に感謝してます。ありがとうございます。もうね、もう嬉しい、うん、でもそもそも牛オバーって何なんですか。うん、いや、そうだよ。じゃあちょっと説明してみましょうか。牛オバーっていうのは、うん、どこかね。どこかね。
ちょっとあの台本読み確認しましょうね。どこら辺かな、右下かな、ここら辺が、こっからの流れでのここら辺が何の時間何の時間これ、そう、なんか説明すべてできなくて、じゃあミリが説明しようか。そうだね、うん、後ろバードはって、あの、はい、言ってください、ちょ後ろバードはって、じゃあ振ってくださいそういう、うん、じゃあね、そもそも牛オーバーって何なんですか。あのね、牛オーバーっていうのはね、超汚くて意地悪で嘘つきで意地張り棒で怒りん坊の情緒不安定系のスーパーメンヘラコメディアンパフォーマンサーさ。誕生したきっかけは、僕リキが寝ていると突然牛オーバーに憑依されたわけよすごい、ね、そうなんですってことだ、そういうことなんだ、そう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 、そうだったの、だから憑依されたんだね、憑依されて、いつもはこうじゃないの、そう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 、いつもは本当になんかヘラヘラっとしてる男の子がいるんだけど、おっとりしてるよね、そう、それは TikTok 始まってからなのかな、そうだね、 TikTok ちょうど始まって、からもうずっと撮り付けて始めて、ただじゃ始まって 何年目ですか TikTok、 今もうあとちょっとで8月で3年になります、ね、じゃあ、そうなんだ、じゃあ3年目になるわけですね、牛オーバーとの出会いもね、そう、でも実際さ、あの牛オーバーと僕っていうのでさ、あの TikTok の名前やってるじゃない、やっぱそれはいつもどっちかが憑依されたり憑依されなかったりがあるから、その名前で言えるのかな、気分次第そうだよ、ボーの時もあるし、牛尾の時もあれば僕の時もある、そう、あるよ、リッキーの時もあるよね、じゃあさ、ちょっと先に、ね、あのリッキー、うん、まあ一応リッキーはもともと生きてきたわけじゃないですか、人生、ね、もうリッキーの話聞いてみたいな、ね、そう、ちょっといろいろと聞いていきたい、ちっちゃい時どんな子だったんだろう、身長はもうそのまま昔からでかい方だった、身長はもうでかくて、もう目立ってました、身長だけ、やっぱり陰キャだったね、おとなしかったんですか、なんかでも、男の子と馴染めなかった時があったさ、そう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 、それでもうなんか、でも女子はなんか小学生じゃない、中学生の時の女子はなんかでもリッキリッキって優しく声かけてくれて、おばあちゃん女の子だと思ってたから、なんか普通になんかズボンとか、あの女性のズボンとか下ろしちゃって、でなんかそう体育の先生に思いっきりげんこつくらって、なんかもう、おい、急に急に急に言ってるか、いや、もう先生先生これよ、いやいや、レッキが悪いんだけどな先生は正しいんじゃ正しいんだけどね、わかるわかる、その時ちょっとなんか女の子だと思ってたっていうの、女の子だと思ってたっていうか、なんか別に男なんだけど、別になんかそんな男女別になんか自分で思ってなくて、男とか女の子とか、あーなんかそういうもう概念にはとらわれてないね、もともとがね、そう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 、自分がいいなと思った人が、もう男の子だった女の子だったっていうだけで、別に分け隔てないってことでしょ、いいね、そのね、もうオールランダーっていうか、みんなを愛するよっていう、でもめちゃくちゃ興味あるんだけど牛オーバーの前ってどんなお仕事されてたの、仕事してた、だって3年で牛オーバーになって、あ、そうだよね、うん、してた、してた、 何してたの、なんかコンビニとかやってたんだけど、おばちゃんなんか癖があって、なんかチンしてくださいって言われるさ、はい、温めてね、あれ、もうチン入れたままさ、もうあの何この生産済まして、それがもう何十回ってあったから袋に入れないで、そうそうそう、これでもうなんか自分からあの自主退社そうクビではないんだ、あ、自分センスないなって、やんなさすぎでさ、これさ、苦情言う人もいるんじゃないの、いた、いた、いた、え、あんたよ、袋にはチンしたの入ってないよって電話でガチャって、すいません、じゃあちょっとおばあちゃんは、うおー、おしゃば、それはもうやめて正解だわ、うんうん、それやめて、やめて正解、ダメだね、やっぱ向いてないさ、ね、向いてない、憑依してよかったね、うん、よかった、本当に、うん、今、牛尾ばが憑依されて、うん、いやもう最高だよね、だってほら、笑顔になってる人がたくさんいるし、だってこっちにいる会場ももう全員男ですけれども、うん、皆さん多分、もう来た瞬間にみんな笑顔だったから、そう、牛尾ばって、うん、そう、フェロモンがさ、ね、出てるから、でも、匂いはした、全然するの、したよ、でもしたんじゃない、つけてきたの、うん、なんか、キャラクターで
下下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 下ちょっと下ほんのりほんのり飲まなきゃやってる初めて君と出会った日僕はビルの向こうの空を歌もやられてる歌もまああの、うん、なんか趣味程度に、うん、いや何をご謙遜なさいますがなあんためちゃめちゃうまいであんたに言われたくないいやそりゃそうかもしれへんけどえちょっともうなんか贅沢な話ここでちょっとワンフレーズ歌ってもらうことできますなんかいやもうみんなでキスだってさ後ろは知らないと思うたくさんいると思う、うん、でもこれでみんな見る目が変わるなぜなら、うん、歌声がすごいピュアで優しくて人を抱きしめる声してるわけあこれを皆さんに知ってほしいえ今日に限って扁桃性肥大だけど歌いますありがとうありがとう、まあまあ、無理しないように無理しないようにそう何がいいかな何がいいかな何がいいやっぱもう尾崎豊さんの Forget Me Not あれすごいいいなサビめっちゃ響く、うん、じゃあやってみようかなお願いしますじゃあこちらカメラに向かってお願いしま す、ねはい、ちょっと待ってこれ高いね初めて君と出会った日僕はビルの向こうの空をいつまでも探してた君が教えてくれた花の名前は街に埋もれそうな小さな忘れなぐさめっちゃいいめっちゃいい最高だねいや素晴らしいもう最高本当なんかエンジェルボイスだよねエンジェルボイスそうなんですよそうって言われてるいや本当まさにでもさやっぱ聞きたいのは、うん、あの私 TikTok、うん、ずっとやってなくて、うん更新も何もしてない見る専門でやってるんですけどどうやったらこうバズったりとか人気になるのかなの秘訣をね聞いていきたいなと思います簡単じゃないよ、うん、これに関しては、うん、一切仕事してません仕事じゃないごめんなさいめっちゃ恥ずかしい今狙いできたちょっと待って一切、うん、あ、OK、うん、もうおばちゃんこれに関しては一切動いてませんえあ何もせずに人気になっているはいこれでも理由があって、うん、おばあちゃんはライブ配信を、うん、あの意外と知ってるんです、してるわけよ、ね、そうそうライブ配信してて、うんうんうん、でそしたらこのリスナーバカ野郎リスナーがいるでしょ、うん、そのバカ野郎リスナーがあの切り抜きしてから、うん、あの TikTok に上げてくれるわけよ拡散してくれるのそしたらもうおばあちゃん一切行動しないでフォロー側がもう一回言ってちょっと台本覚えてないけど決め台詞はちゃんとしたいのねそこはちょっとショックもそこはどうしてもしたいの決め台詞は大事だから、うん、一切おばあちゃん動いてないからそうそうもうフォロワーがあのおばあちゃんのこの何フォロワーを増やしてくれるっていうすごいねみんながおばあをねこう宣伝してくれてるってことか、うん、でもおばあ、うん、思うけど、うんまあ、何かないとやっぱ拡散したいって思わないじゃん人はでもなんかその要素があるわけでしょ、うん、みんながみんな見てこんな素敵な人いるよっていうのをしたくなる要素がやっぱあるわけだからあこれに関しては土台があって、うん自分っていうこの汚い売りで、うん、なんか汚いことをしてる人ってあんまいなくてだからなんか例えば汚いけどうっも漏らしますし、うんうん、そうそうそうなんかうっこうも飲みますし飲むし、うんなんかとかもちろん出てきたら、うん、あの第2食として食べるし、そう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 、二度味わうっていう、そうそうそう、快楽、いわゆる、それもそれで、うん、でもそれも工夫でしょ？工夫、待って、TikTok ってそこまでしないとバズらないの？そこまで体が売らないと。まあでもそうだねなんかでもねそうねそうそうそうやっぱ汚れがいないから、うん、そこまで体張ってできる人がいないから、うん、言ってる通り、うん、まんまそうだね、うん、難しいわけよ、ね、でも一切自分では何も、うん、あなんだっけしてないだろずっとしてないそうでも本当にヨメディはすごいと思うだってすぐなんかバズるもんねえ、うんヌーシオバー好きな TikToker とかいるんですか、うんうん、
好きな TikToker？ 自分がちょっとやってたら 見たくなるような人とか。そうそうそう、どうしよっかな、じゃあ嫁に。お嫁に TikToker？ 嫁に嫁にいるかな、嫁にいるかな、ちょっと相手に嫁に来たよ。すごい、あんなにたくさんいる TikToker の中で嫁にが出てくるなんて。イエーイイエーイ。でも本当に嫁 D はすごいと思う。だってすぐなんかバズるもんね。え、うん、でも俺 TikTok ライブ4回しかやったことないよ今までに。4回か5回ぐらい。そうなの？そうそうそう、で何百円とかもらえたくさ、投げ銭でね。投げ銭あるやつある。そうで俺投げ銭のシステム分かって今めっちゃ投げ銭してる。してる。あ、ちょっといろんな人、いろんな人そうめっちゃ金ないよだから今貧乏転落人生ですねでもそれだけいろんな人に笑顔を渡してますもんね。じゃあもしね、ライブしてたら見に行って100円投げてよ。やるやる。じゃあもらったこと。あ、そう、塩バーにも投げすぎた。ありがとうね。ありがとう。儲かった。儲かった。でも、あの、塩バー、一応、ヨメディは、TikToker だけじゃなくて、あの、ディレクターとしても活躍してるので、あの、映像も一緒に見てもらっていいですか？はい。わかります。いいですか？じゃあ、ヨメディから、いきましょうか。はい。V振りお願いします。それでは、VTR、どうぞ。飲んでもいいですか？一緒に。お願いします。いらっしゃいませ。カッチー。会長って呼ばれてるんですけど、何の会長なんですか？屋台村の町内会の役員会があるんですよ。はいはい。じゃあこの屋台村はもう町なんですね。そうです。町の会長。いいね、そう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 、町内会長とかですね。はい、会長は飲食店長いんですか？昔はやったんですけど、今は。そうですね、違う業種の仕事してて、はい、でこっち新しくオープン、はい、ちょっとワイプで抜かれてるからさ忘れて、忘れとったヨメディに聞かせてっていう、はい、あのコーナーなんですけど、会長の今年一番やらかしたこと聞きたいなと思って。いっぱいあるよ、やらかしたの。いっぱいあるよ、いっぱいあるよ。お店のレシピ覚えないまんま出したかな。すごいね。オープニングにお店閉めてました。17店舗の会長なのに、会長の店だけ閉まってたんですか。ダメじゃないですか。普通に今ビール飲んでるけど。これ余裕だぜって言うけど、大やらかしだ。でもそれぐらいの器だから会長になれるってことですよね。いやいや、ただ沖縄の人だから沖縄らしい。地元この辺だから。やっぱノーオープンが早いだけでわーわー自分のペースだよって。いやいや、もう間違えちゃいました。間違えちゃいました。そういうところも可愛いね。ミスを認めてるんだね。会長めっちゃいいです。でもちょっと俺に似てます。勢い勢い。俺もあのテレビ出てるって今勢いで今出てるんですけど、あんま意味分かってないんですよ。だから飲みましょう。はい、意味わかんない。会長はあのそのままあカチンか。あカチンです。おカチン、優しい。レシピ覚えないのにこれは覚えますね。すいません。めっちゃ洗い物してるふりしてますよね。いや、しろ。そんなにグラス使ってないですよ今日。忙しいんですよ。会長も何歳ですか？僕47で48になります。48年で一番やらかしたことを教えてください。やらかしたこと、やっぱりあるじゃないですか、オープンの日に開けなかった。いやそれかい。いやそれはね、でもそれかい。僕のあのお兄さんが俺いっぱい知ってるぜって顔してるんですよ。何ですか？会長がやらかしたとか会長の武勇伝ってある？いやでも一回しか飲んだことなくて、うん、それこそあの営業終わりに最近飲みに行ったんですよ。おうおう。一応自分僕バーやってるんですけど、あの女の子と手つないで寝てました。めっちゃ可愛かった。懐かしいね。最初つけ麺なんですか？で、あと酔っ払った時の癖が、うん、会計払った側なんですよ、うん、あの僕じゃなかったらいっぱいかもれてます。怖い。毎回多分1万足りないですって言ったらマジで8回ぐらい聞いてくるんで、ま、マジでマジで何回も行けるです。会長、俺今日会計終わりましたよね。まだ酔ってない。まだ酔ってない。酔ってない。ちょっと
店の宣伝を最後にこっちにマイクに向かって、美味しい町中華、はい、を提供したいので、はい、食べに来てください。レシピ覚えてないじゃないですか。本当に今これ聞いたら来ます、来たらちゃんと作ってくださいよ。あとでもレシピ覚えて。レシピ見てます。ちゃんと努力の数だけはすごいんで。アナログでめっちゃ努力してる。知りましょう。あ、いや、すごい。なんかいい、今までで一番あのいい、まあ、まちゃんと会話できてたでしょ。できてた、ちゃんとできてた。いやすごいわ。でもいい会だった ね、いい会だった。でもこのお店にまたあの遊びに行った時に、うん、あの作って、町中華作ってください、レシピ覚えてないんです、もうそれ面白いさ。あ、そうそうそう、それもいいしね、うん、でも努力がちゃんとあるから、うん、またそれ、うん、いいレポートだったよ。でしょ、でしょ、成長してるんだよ。すごい成長してるんですよ。日々成長だよ。だからもうあのこの後自分のの話とかしてから。興味ある、興味ある。ずしたことない。絶対あるだろう。絶対あるまだったよね。じゃあ C だよ。もちろん C、 あのそう、あなんか、うん、おばちゃんさ、なんかで昔で夜景で会った人が、うんうんうん、塩場、今日はありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。で最後に、うん、なんかここだけの話聞きたいなっていうのがあるんですけど、もう本当にもう誰にも言ったことないような話でもいいし、うん、下ネタでもいいです。なぜならカットできるからですよね。何でもカットできますから、うんうん、聞きたいなと思って。じゃあ C だよ。あ、もちろん C、 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 あのー、あ絶対公表してんだけど。どっちだね、どっちだね。いいかい。ごめんね。そう、あなんか、うん、おばちゃんさ、なんかで昔で夜景で会った人が、うんうん、すごいなんか黒人さんで、マッチョだったけど、すごい身長も190ぐらいあって、いいおばあより大きいの。そう、うん、めっちゃ マッチョで、なんか You、 キューティーとか言われて、ドキッとする。それなんかじゃやっぱなんかそれでなんか、うん、家に連れ込んだわけよ、うんうん、でそしておばあちゃん、なんかそういう声にやっぱなっちゃったの。なるよ、それなるよ。だってそうそうそう。でそしておばあちゃん、うん、見てしまったんです。何よ。やっぱキスするでしょ、うん、その時になんか微笑んだの、うん、そしたら、うん、なんと歯茎30センチありました。歯茎が30センチ長すぎ。だからなんかチューする時だから歯茎にずっとチュそんなことはなかった。でもいい思い出です。あ、いい思い出なんだ。そうそうそう、この殴るやつは出ないんだ。出ない、出ない。もうありがとうね。あ、もうすごい。平和宿ってさ、だってさ、普通これさ、普通だ、もう引いたよとか言う人いるけど、それも含めて、そう、よかったね。オッケー、もうベリーグッド。ベリーグッド。そうそうそう。何でもプラスにしていかなきゃね。大事大事。いいね。今日はありがとうね。こちらこそ。最後でじゃあ楽しかった、して終わりましょうかね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもうね、いきますよ。はい、うん、せーの、カッチン。ありがとうございます。ありがとう。あれやろ。え？せーのであれやろ。せーの。あ、ちょっと待って。なんか自分のパフォーマンスになんか笑っちゃうんだよね。もうね、一切行動しないで。この場合、もう一回。沖縄マイライフ、次回は、はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。はい、この V 字の髪型でみんなで夏してるから。電流見るとさ、うん、今日牛みたいな。お楽しみ。